3月13日11時40分、播州赤穂駅に到着しました。大阪を出て、姫路で乗り換えやってきました。赤穂に来るのは多分2度目のはずです。明日は3月14日ということもあり、2回目の訪問です。改札を出たら忠臣蔵、やはりさすがです。そしてずっと四十七士の治世の句ですね。上は匠の神の治世の句、ずっと治世の句が並びます。さすが赤穂です。いや、前に来た時には全く記憶がありません。もう10年以上前、もしかすると20年近く経ってるかもしれない。ようこそ忠臣蔵のふるさと播州赤穂へ。振り返ってみると播州赤穂駅、立派な駅です。大石蔵之助の銅像です。昼ご飯です。絹笠。はい、はい、高い緑茶と絞りです。注文が決まりましたらください。はい、ごちそうさまでした。科学寺息継ぎ広場、義士安どん、からくり時計になってるんですね。そしてこれが有名な息継ぎの井戸。浅野匠の神が、人情事件を起こして、それを知らせるため江戸から早籠に乗り、4日半かかって赤穂城下に到着したと。その時
お城に入る前にここで水を飲んだと言われる井戸です。科学寺商店街、静かだ。できました。科学寺。失礼します。言語の句碑、大鷹言語が
俳句を読む俳人だったことは中心蔵で知ってましたが、なんと大津市の義中寺にある松尾芭蕉の墓前で句を読んだ。びっくり。昨日この義中寺に行ってきたばかり。なんたる偶然。大石家先祖の墓所。大石家の歴史が詰まっているな。義士家族の墓。浅野家三代の墓。日立笠間城主科学院展浅野長重公の墓。まさか浅野家がこんなに早く断絶するとは思ってもいなかっただろう。ならずの鐘。キラの首を取ったという知らせを聞いて、町民がひたすら鐘をついたということです。とりあえず一通り科学寺を見て回りました。貴重なものが多かった。それでは続いて大石神社、そして赤穂城の方へ行きたいと思います。大石名残の松。